この塗り重ね、わかる？薄い色を何度も何度もこう塗っていくことで、このグラデーションを作るわけですよ。で、このグラデーションで陰影をつけて凹凸感を出すっていう、これなんか普通だと思われがちなんだけど、これは西洋絵画にだけ特徴的な技法なのよ。だって日本画って影ないでしょ。線で描いてこう平たくなってるでしょ。浮世絵とか影ないでしょ。普通別に影なくてもわかるから、絵ってそういうもんですよ。何もわざわざ立体的にする必要はないわけですよ。ところがこの西洋絵画っていうのは、もうそれこそ古代ギリシャローマの時代からやたらこの陰影をつけて立体的に描く。だから江戸時代の日本人は西洋画のことをデコボコ画って言ったんですよ。こうやってデコボコしている、立体的に見えるからね。